女性では表題の文献について泊山が紹介します。はい、で最初に概要です。ではこれは要約に関する、まあ、研究です。で、その、まあ、古くからある、まあ、テンプレートベースのアプローチを、まあ、セックのモデルに導入 したっていうことです。で、まあ、このモデルがインフォーマティブネス、まあ、その意味があるかどうかみたいなにおいて、ステートオブジアートの手法よりも優れた結果が得られましたということです。で、またそのテンプレート単体でもその既存の手法に匹敵するような結果が得られますというような内容です。はい、で初めにで、まあ、文献からの引用なんですけど、まあ、セックトゥセックのモデルってなんかあんまりうまく動作しない時っていうのが結構あります。で、まあ、例えば単語の欠落とかですね、まあ、3単語未満ですごく短い出力が出てきてしまったりとか、同じ単語をこう何度も繰り返してしまうみたいな出力が結構あります。で、まあ、結構そういう意味で不安定です。で、まあ、それに対して安定している方法としてはテンプレートっていう、まあ、ここに示しているような青で書いてある部分にこうに当てはまるものをこう選んでこう埋めてあげるというようなテンプレートベースとアプローチというものがあります。で、まあ、こういうふうにテンプレートを用意してあるので流暢かつ、まあ、ちゃんと意味が通るような出力というのが得られます。ただこういろんな、まあ、ジャンルとか幅広くこう表現を集めるのはかなり、まあ、人手つくの非常に大変ですというのが、まあ、欠点として挙げられます。でそこで、ここでそのセックトゥセックのモデルをテンプレートというものを使ってこうサポートしてあげるというのをが、まあ、ここでのアプローチです。でそのテンプレートっていうのはどういうものを使うかっていうことで、ここではその入力文と似た文の要約っていうのがその入力文の、正しい要約を導くためのこうヒントになるんじゃないかっていうことで、その類似した文の要約を、ここではソフトテンプレートと呼んで、それを使ってサポートするっていうようなアプローチです。で手法は、この3つのモジュールに分かれています。で最初にこう入力文とその類似した文の要約をこう検索してあげます。それがリトリーブっていう段階です。でその後にその得られた、候補を、ランキングしてあげます。でそのランキングで得られた結果、それがテンプレートで、テンプレートと、その入力文2つを組み合わせて要約文を生成してあげるというような流れになります。で、リトリーブのところではこのルシーンっていう、ルシーンアパッチっていう、まあ、なんかその全文検索 のシステムを使います。で、検索の対象はトレーニングコーパスからこう検索することにします。で、そのトレーニングコーパスの中から入力文とその類似度が高い30文を候補として出して、リランクのモジュールに渡します。で、リランクでは、このバイリニアネットワークを使って、そのランクの、まあ、スコアですかね、サリエンシーっていうのを予測するっていうのをここでやります。で、まあ、X が入力文で Y アスタリスクが参照文で、まあ、R がソフトテンプレートとすると、入力文とテンプレートを、LSTM でエンコードしてあげて、このバイリニアにかけてあげて予測する。で正しい、まあ、このスコアっていうのはそのテンプレートと参照文のルージュスコアですねを、まあ、予測してあげるようなモジュールです。でリライトでは、そのテンプレートと入力文の、そのエンコードしたその隠れ層から、アテンション付きのデコーダーで、出力させてあげるというような流れになります。で、モデルの全体図がこんな感じになっていて、で、ランキングと、リランキングとリライトのモジュールをこう同時に学習するような形になっています。で、最初に、この入力文 と、テンプレートをこうエンコードしてあげて、で左側がランキングのモジュールで、そっちでマスコアをこう出してあげて、でこっちでは、そのテンプレートと入力文を使ってデコードしてあげるというような形になっています。
で、データセットは、ギガワードコーパスを使っていて、で、まあ、トレイン と、開発データとテストデータは、まあ、こんな感じに分割しています。はい。で、実験の結果です。最初にモデル間の比較ですね。この比較はルージュのスコアで比較していて、で、この辺が、セクトゥーセックをベースとしたモデルと、あと OpenMT のこのオフィシャルな結果と、ここ著者らがこう実験した結果の2つです。で、この一番下の2つが、ここで提案しているモデルで、でパイプラインっていうのが、リランクモジュールをこうトレインして、その後にリライトモジュールをトレインするっていうような流れが、まあ、パイプラインで、でこの前のページでこう説明したこう同時に学習するっていうのがこの一番下のモデルです。 で結果から、このテンプレートの、ベースに拡張してあげることで、他の今までのシステムに比べて、高いスコアが得られているということが分かります。はい。で、それ以外にもそのテンプレート、どういうテンプレートを使ったらいいのかっていうのも、ここでは比較しています。で、比較しているのがこの5つですね。で、上から順に、ランダムっていうのがそのトレーニングコーパスからこうとりあえず適当にこう選んでくるっていうのがランダムです。で、ファーストっていうのがリトリーブで得られた、最上位の候補ですね。なんでその入力分と、類似度が最も高い分の要約が、それが、ファーストに当たります。で、マックスで、このマックスとオプティマルっていうのが多分、まあ、理想限界の最大の値を表していて、マックスっていうのが、リトリブで得られた候補、ここでは 30分あって、その中でルージュが一番高いものですね。で、オプティマルっていうのが、まあ、コーパス全体から全体で、こう一番ルージュが高い候補です。で、リランクっていうのがここで、説明したリランクモジュールで得られる候補です。で、下の表が、その結果になります。で、ランダムとかファーストとこのリランクを比較すると、まあ、このリランクモジュールっていうのが結構がそのスコアの改善にこう大きく影響しているということが分かります。ただこのマックスとかオプティマルを見てあげると、まあ、まだまだ改善の余地あるのかなというような結果が得られています。で、そうですね、このマックスとかオプティマルを見ても、テンプレートっていうのだけで結構この高いルージュスコアまで持っていけるっていうのが分かります。で、あとはその今までこうルージュのスコアだけでこう比較していたんですけど、それ以外でもこう評価しています。で、一つはその正解分とその出力分の文帳の差とか、3単語未満以下の、要約文の数とかコピーされた割合とか、正解文や入力文に出てこない、こういう表現、こういう名詞の数っていうのをで評価しています。で、上から順に、これが 文帳の差で、このプラスこの右側にあるのが、標準偏差ですね。で、まあ、テンプレートと、まあ、同じくらいの、まあ、文帳の差で、かつ、まあ、偏差も少なくて、まあ、割と安定しているということが分かります。またこう OpenMT だと結構3単語以下の文っていうのは割と出てくるんですけど、こうテンプレートを導入してやることでこう少なく抑えられていることが分かります。で、一方でこうテンプレートだとどうしても、ここで言ってるテンプレートっていうのはトレーニングコーパスの参照文、答え文なんで、どうしてもその正解文とか、まあ、入力文に存在しない固有名詞っていうのが入ってくること結構多いんですけど、その辺は、リライトモジュールで多分カバーうまくできてて、まあ、低い値に抑えられていて、まあ、そのテンプレートとセックというセックのモデルのこういいとこをうまく取ったような結果になっています。
して、まとめです。ここではそのテンプレートベースのアプローチとセクトゥセクのモデルを組み合わせた手法を提案しています。で、ソフトテンプレートっていうのを導入することで、より眼鏡にこう要約文を生成することができます。以上です。